ジンバブエの首相は、ジンバブエ共和国に、かつて設置されていた役職で、政府の長。1980年のジンバブエ独立時には、大統領のほかに、首相職が設置され、ロバート・ムガベが就任。1987年に、ムガベが、カナアンバナナ大統領の後継に就任したと同時に、首相職は廃止された。2008年の大統領選挙は、現職のムガベと、 野党、民主変革運動、ギライ派のモーガンギライ議長が決選投票に進んだが、野党は公正な選挙が保障されないとして、選挙をボイコット。決選投票はそのまま行われ、ムガベは再選を宣言、就任宣誓を行った。選挙結果を認めない野党との間で、政治的混乱が発生し、南部アフリカ開発共同体が仲介に入り、 2009年1月に、ムガベを大統領、サンギライを首相とする連立政権を樹立することで合意した。2月11日、サンギライが首相に就任し、首相職が1987年12月以来、約21年ぶりに復活した。しかしその後も、ムガベの強権姿勢は変わらず、同年10月には、 三疑来が連立の一時停止を宣言するなどしたが、連立政権はその後も継続した。2013年大統領選挙では再びムガベが、調理し三疑来が落選。三疑来は選挙結果無効を求め憲法裁判所に提訴したが、9月に首相を退任し公認は置かれず、ポストは再び廃止された。ありがとうございます。